YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。HTB 北海道テレビ放送のアナウンサーやってます、谷口直樹と言います。うっそ、もう一回やるもう一回やりますか、はい、YouTube をご覧YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。 HTB 北海道テレビ放送のアナウンサーやってます、谷口と言います。はじめまして。普段はですね、北海道のスポーツに囲まれながら一年中スポーツを担当してまして、主にはやはりプロ野球ですね、北海道日本ハムファイターズの実況などを担当しております。で、今回 YouTube を見切り発車で始めてしまったんですけれども、 F5 というですね、北海道日本ハムファイターズを応援する番組を、これまた担当しておりまして、HTB チャンネルの中で選手ですとかチームの言ってもいいぐらいの裏話を披露していければなと思っております。で、第1回なんですが、インスタグラムもありまして、そこで募集をしていました。私が書いた選手の顔の落書きを欲しいと言ってくださった方に届けてきましたので、まずはそちらの模様をご覧ください。今からこの私が書いた落書きの2メートルぐらいの紙を届けに北海道内某所に行ってきます。もうちょっと待っててくださいね。いる、これ本当に。ダルビッシュさんとか大谷翔平選手もご出演いただいてた番組なんですけれども、 F5 という、ファイターズ応援番組ですね、その新春スペシャルが1月3日、午後3時10分から放送されることになりました。はい、もちろん道内限定の放送にはなってしまうんですが、ぜひ、道外の方もですね、北海道の中にお友達いらっしゃる方は取り寄せて見ていただきたいなと思います。内容なんですけれども、F5 のレギュラー宮西直樹さんっていうピッチャーがいるんですけども、もちろん今年も参戦していただきまして、であとは金子千尋投手ですね、インタビューあり、まあ、ちょっと挑戦していただいたことありということで、まあ、いろんな選手にご出演いただいてるんですが、まあ、あとあれですね、 E ベースボール、帝京高校コンビにやっていただいているですとか、いろいろあったんですけれども、私が思う今回のこう新春スペシャルの MVP はですね、ドサンコのあの方ですね。なんとなくこうメインにドーンってくるわけじゃないんですけど、気づいたらあれどの企画にも出てるなっていう方がいまして、
ちょっとした用事がありまして、その選手に会うことがあったんですが、前日にご連絡してじゃあこのぐらいの時間でお願いしますっていうところで、当然私たち、まあ私とそのスタッフも1名5分前10分前ぐらいにその場所について待ってたんですけど、その選手が来たのは約束の時間から20分過ぎてました。で、まあやることないですから、かつてファイターズにいたもう一人のドサンコ選手、今あの首都圏で働いてるんですけど、その方にもご連絡してこの選手来ないんです、そしたらあの約束の時間通りに来たことはないですよというお話をいただきまして、あ、私たちの約束だけないがしろにされてるわけでもないんだなということで、多少納得はしたんですけど、で結果来たんですが、あのすいませんと、道が混んでました、渋滞が8割悪いですと、自分は2割ですっていう言い方をしてまして、なかなかあの可愛らしいキャラだなと思って今後もよろしくお願いしたいなと思ってる次第です。そんな選手の魅力もたっぷり詰まった F5 新春スペシャル、新年1月3日午後3時10分放送、放送時間は2時間20分という超ボリューミーな内容になっております。皆さんぜひご覧ください。 YouTube ってどうしたらいいですか？あのご意見ありましたらコメント欄に、お前もうちょっとこうだぞというのは、あのどんな言葉でも真摯に受け止めて前だけ向いて進んでいきたいなと思います。これから見せていきましょう、はい、まあ、ディレクターも噛んでるぐらいですから一応ねテレビ局なんですけどね、はい、ぜひ皆さんよろしくお願いします。